別に金を投げてくれるだけが命じゃないけど、楽しんでるリスナーを失うことはでかいと思う、はい、一番 VIP な席に座って、多分私の中でここが一番 VIP なあ、みんな、まあ、そうだな、なんで楽しんでるリスナーがさ、どう嫌な思いしなくちゃいけないの、冷やかしリスナーだけがだって楽しんでるだけでしょ、言われてるよ、冷やかしリスナーだけが、だからそれを今改善中だから、俺はそうそう、だからそれはでも改善、やっぱ時代の流れとともにだろうね、そうなんですよ、昔は冷やかしリスナーもリスナーとして盛り上げてる役目は果たしたけど、今は時代が違うよ、だって俺ヒカル、俺9月収入いくらだと思う、ちなみに8月は俺8月106万、え8月で106万、106万、9月じゃあいくらと思う、16万、なんかで荒れたってことですか、結局自分がね、自分の放送がリスナーが楽しむための放送ではなく、自分のね個人的なプライベートの放送やってたから、リスナーがねそんな放送投げないわけだよ、じゃあ今どうかって言ったら、生き生き放送やってるからアイテムが飛んでるってのが事実だよ、別にそのために放送してるわけではないけど、結果そういう風になってるってことだよ、時代が変わったんだよ、あれすごいにわかなこと聞いてもいい、はい、全然離婚したの、離婚はしてないです、そこに嫁子供います、そうだよね、で仕事辞めたばっかです、あ、辞めたの、旅行に迷ってて実家に帰ればっていう発言があったんで実家に帰ろうと思ってて、レンズが合ってないんだな、これは実家に帰る前に、まあ、その実家に帰る金がないんで、とりあえずこれでいいか、ちょっと枠、ちょっとこれ出ちゃってるけど、出勤配信して、家に帰ろうみたいな、でそれが集まなかったら東方から行っちゃうけど帰ろうかって、結婚したのはリスナーさん、で、リスナーです、で、一般のお子さんも全く知らないです、なんで、めちゃくちゃ気づきますね、配信も理解してくれ、よくお話をしないです、おー、ありがとう、最近ありがとう、今日ありがとう、ヒカルがここ来ればいいのに、そう、お前を映像してるのに、もうちょっとまとまれば確かに、あんまり気にしないで、俺そういうのみんなが映ってたわね、いいですか、すいません、なんか俺あんま本当気にしないで、あと1700人、マジでちょっと個人でいいですか、ビール頼んで、175、ねえよ唇出る、ハフは挑戦者、あるやつだね、ハイボールください、おはよう、こっち来るよ、こっち右中もこっち来るよ、詰めればいいよ、壊ればいいですね、あ、そうっす、詰めましょう、重要しましょう、皆さんね、ただ単にみんな近寄ればいい、そうなんです、近寄ればいい、家族の集まり、先輩さすが知恵ありますね、そうです、頭いい、ミラーしていいですか、どうすればよかったのか、ミラーミラーって何だっけ、ミラーっていうのは、何ミラーしていいですか、7号さんが和製ちゃんの放送をミラーしていいか、要は和製ちゃんの放送を他の枠でこうやって映しちゃい、ニコ生だったり、でもそれはやらせない方がいい、だって自分ところに流れるんですから、こっち来てもらった方がいい、ダメだって、挑戦者、しかも課金サイトをミラーするってバカの極みだと思うさらにね、バカでしょ、そんなの OK するのは嫌でしょ、唇まさしだね、あ、ミラー禁止なんだ、しかもミラー、じゃあミラー OK ですかって言ってニコ生の人でしょ、まあ、だってキャスもフワッチもだってダサいとミラーできないんだから、ああそうなんだ、ニコ生でじゃあ、あっちの許可さえあれば OK なんですよ、フワッチはミラーしたい方だから、許可取るってことはニコ生でしょ、あ、なんかあれだね、 AV とかでこういうのあるよね、何こういうの、こう丸いやつ、あ、この盗撮あるね、この周りの枠の話、あ、みーごはよ、ごめんなさい、これあれがね、携帯電話のレンズがでかいんだよね、あ、そういうことですね、だから広いもんね、配線携帯欲しいっすよ、ね、もらえば、あ、いいんすか、これあれだよ、バイクの、あ、いいっすよ、ハウエイ買った方がいい、車載機じゃないか、じゃあハウエイ買ってくださいびっくりしたんだけど、携帯電話変わらしてた、じゃあハウエイ買ってほしいですけど、ハウエイね、私ハウエイ買ってほしいですけど、俺あのファーウェイさ、リカピに買ったけど、アイフォンファーウェイだけど、じゃあその時もう一台買えばいいじゃないですか、古いからさ、あ、じゃあその時最悪から最初で初恋最悪からリカピ使ってたら、リカピの初恋、あ、マジっすか、で、聞いてきましたね、来ましたね、あれちょっと一回試しに、これはもう私には、あ、でもそうですね、リカピが編めなくなって変な写真だったらやばいもん、あ、だからそれで俺しこります、ダメ、俺のチンポの画像ってそんなに言ってる、ダメー、いや、
ライブ。いや、俺パイゼロチンコの写真でチンコルって言ってさ、これでも言ってしまったからチンコルじゃないじゃん。あれ、生ビールじゃなかったっけ。あ、ハイボールに書いて、ハイボール。俺言ってしまったから、パイゼロチンコの写真にチンコル言ってしまったから。多分、歌うから。僕らしてないと思うから、多分大丈夫だと思う。何のためにチンコの写真撮ったの？おちょ、チンコの写真どれぐらい経ってるか写してって言うから誰に LINE、あいつに言われたら LINE で送って LINE で送って既読になった瞬間に書くよ、うん、既読になった瞬間ねみんな、たぬきにまとめといてみんなたくさんたぬきでみんなまとめてあー、ありがとうなんならその写真流出してほしいけどな、ありがとうおー、久しぶりえ、こんなになんかその平和にやっぱできるんだよ。できるよ。だから結局その揉めたい人がいなければこうなるんじゃないの普通。ひどいよね。私のこと名前忘れて和声を平和って書いてある。違うよ。和声。和声で出るが。和。あ、そうなの。そうだよ。だって和声なんとかって和声英語っていう言葉とかありますからね。和声なんとか。あ、本当だ。そうっすよ。配信。配信何年やってるんですか。9年。もうすぐ。和製英語ってあるんですよ。無理だよ、これで。あいつ歌ってよ、ロード。あ、しかも、YouTuber じゃねえし、俺。リング歌ってください、リング。リングだよ、歌えねえよ、あんな、あれ。初恋ジュースは、誰の味誰の味みんな、なんかそれ聞きに来てるから。多分みんなそれ待ってると思いますよね。マジで。ないだよ、なんで俺なの、だって。で一番ホラーマンっぽいじゃん。うぜえよ。ホラーマン。やべえ、これ。パイセンが、今リカビが使ってるハワイをあげない、やっぱりえ、なんでその変なの入ってるそれ別にリカビがちゃんとリセットすればいいわけじゃないですか。あいつバカだろ、できないあいつはパイセンしてるみたいな。あ、タバコ、あのバクって言ってあ、ちょっとそこにバクってじゃあいいよ、だから、じゃあ分かったこうしよう、こうしようこうしよう、こうしようはい、こうしよう、はい、俺が今回のイベント予選も温泉も1位になったら、はい、ハワイ買ってあげる。マジっすか。めっちゃ応援する。おいめっちゃ応援する。俺が持ってる。俺が持ってる。おっさん、私はいやいやいや、ないでしょ。それめっちゃ応援する。もう二度と話聞かねえ。なんなめっちゃ応援する。それもうわせよ。毎日お前挑戦したら勝てるだけ。だって俺が使ってるハワイって多分2万、今2万なんかスイッチ買って俺が欲しいよ。欲しいの？クリスマスプレゼント。スイッチ買ってよ、おじいちゃん。じゃあ、リカピーの子供がやってるらしいんだよね。だからやりたいな。え、ちょっと頼むよ。で、私もじゃ一緒にやりたい。え、やりたいな。で、私も一緒にやりたい。絶対そっちの喜ぶもん、リカピー。え、パイセン出るから私の喜ぶもん。そうなのかな。マジでやっぱり。じゃあ聞いてみて。じゃあそれでリカピーがそれしたら私にスイッチ。いや、スイッチっていくらするの。2万9800円。4万高いでしょ。2万9800円。あのな、俺そんな金持ってないからな。持ってるな。持ってる持ってる持ってる。大体ほら配信したら分かるじゃないですか。ポイント見るよ。大体は調味料に置いてみよう。俺の今日のポイントね。今日のポイント、あ、間違えた、これじゃない。うわ、すごい。56万。え、3126円。今日のポイント、今日って言われて何分よ。123分。12月1日のポイント18万超えてます。12月1日なんて3時間で17万ポイントですか。やば。あ、でもごめん、すげえな。あのサプリとか強くね。サプリくん、アイラーくんとか強い。でもあそこはラジオワークに行くと信じてるんだよね。アイラーなんか絶対顔出しないじゃん。あ、そうね、確かに。お前ら俺が本当持ってると思ってんだな。恐ろしいよ。ますよ。俺は無料アイテムください、無料アイテムくださいって言ってるじゃん。無料アイテムが多いだけだから俺は。だから1位なんだよ。私なんか現金振り込んだけど誰もしてくんないよ。固まんないでよ。僕はしてもらったからさ、眠眠で10万くれてるし。じゃあ俺のパイセンにちょっと呼んでくれてもいいですか。13日は13日7万ぐらい。あ、12月13日ですか。そうそう、うん、あ、そう、1、2、3祝いで7万円くれるんですよ。2倍なんですか、ジュニアさん。他にもくれるって言ってる人いるしね。すげえ。まあ、確かにジュニアさんはなんかもうジュニア13はもうパイセンの日みたいになっちゃってますからね。ちょっともうマサヒロうざったいな、お前。え、ドシーはなんでブロックされたのかに。いや、みんなありがたいよ、本当に。ナイスお願いしますね、これ。ナイス90しかないんだけど。あと23。え、いや、この時間90でも、このまあこの閲覧が遊びの閲覧だからしょうがないけど、まあ時間帯的にね。一段100もある大手だ、どうしよう。大手だ、3桁いたらもう大手。そう、マジありがとう。10倍200いかないと。無料アイテム1いかないでしょ。そう、カル君 DM 見て。無料アイテム貴重だよ。 DM 見てだって。 DM はそんなに見たんですけど、
話題じゃないんで。ああ、あーなるほどね、一応そうですね。はい、せんどっちで釣ってるの。これは一応、あ、なるほどね、うん、ってことですね。なるほどね。まあ確かにそうです。ハースヒカルオリさん優しいんだね。あ、どこ、あ、ガラガラ取ってます。携帯ですけど、おはようございます。おはようございます。なんでこうなるんだ。魚眼だからじゃない。魚眼じゃないんだね。レンズの幅がここがでかいんじゃない。これがそこが広いんだよな、多分な。しょうがないんだよ。レンズ違うんじゃないですか、その広角と魚眼と。あ、じゃあ多分ね、ここのカメラがでかすぎてフレームが合ってないの。え、てか何もつけてなくてそんな広いの。そうそうそう、すげえ。え、これ広いの。え、広いよ。だって広いっす。 iPhone に比べてめちゃくちゃ広いっすよ。全然いいっすよ。もういらないでしょ。あ、そういらないっすよ。あ、そう、はい、だから欲しいんだよね。あ、そうです。え、これはあれだよ。え、これすげえ安いよ。え、いくらっす。え、これ多分15,000円。ありがとう。多分え15,000円とか。マジっすか。違ったっけ。これアウトカメラの方が画像悪いの、インカメラの方が青。シーなんですか。つけまつげ。え、これね、あれね、なんだっけ、なけファイブエスじゃないですよね。ファイブじゃないですか。Xperiaの、Xperiaの、なけ、あ、しかも超漏れる。Z1の、なんか小さいやつ。携帯電話が一番小さいやつ。あ、そうなんです。それで一番超高い。そうそうそう。え、めっちゃ漏れるじゃん。普通に広角レンズ必要ないぐらいですもん。ですよね。これ画質も通常でいいです。めっちゃ漏れる。画質もいい。やばい。え、これインカメはちょっと画質良くないよ。やっぱアウトカメラの方が結構。そう、めっちゃ漏れる。iPhone ってやっぱ iPhone よりアンドロイドっていうか、フォされてるかと。iPhone は機能は強いですけど、配信で言ったら iPhone は違う。あ、くるみさん、ナイスランチキー。私がちゃったよ。ゆみかさんいらっしゃい。ゆかぴさんいらっしゃい。ごめんね。広告いらないか。おー、ランチキー。じゃあ私じゃないって。めっちゃいいな。確かに広告なくても全然映ってる、普通に。しかも明るい。え、これです、確かに。あ、これ一緒。これもらってきましょう。これ一緒。ありがとうございます。ちょっと、あれと、あれでしょ。あ、でも結構いいやつやん、普通に。あ、これめっちゃ助かります、マジで。ちなみに、リカピーはこれのもっとでかいバージョンの12,000円ぐらいですよ。私でもなんかちょうだい。なんかそれも欲しいです、マジ。私これが欲しい。おかしいだろ。いいいいいい、あ、すげえ、ありがとうございます。すげえな。なんだ、これプレゼント屋さんじゃないんだよ。え、違うっす。何屋さん、何屋さん。俺ちなみにもう広角全部ないからね。リカピーに2つあげちゃったし。あ、でもあれあれば別に全然広角が必要ないから大丈夫。まあ、必要ないです。全然必要ない。じゃあ、あれ持ってないから。いや、誰持ってないっすか。あらげでやったら誰持ってないっすか。バッテリーベースで。あー、いいっすよ、バッテリー。ちょっとバッテリーベース。なんだって何もくれないが。少ないな、ふざけんなよな。取られるだけ取られちゃうよ。あ、じゃあ、パイさん、現金とか持ってない。私も現金ない。え、でも俺今日ね、YouTuber で大した使ってないのに、ここのカラオケも含めて結構現金が残ってるんだ。わかったね、これグッチの上そうだ。え、グッチの上ダメだ、これリカピーと。リカピーでお揃いつけるから。さっきでもなんかワンチャンブロリと話した時に外そうとしましたよね。一回だ、今もちょっと準備運動してましたからね。これ準備運動して、なんか指外していこうとしてました。なんだよ、ムカついちゃうんだよな、直さないとね。ムカつく時はあるけど、カス負けるとはどうでもいいんだよ、正直。ただ、我慢はした方がいいです、本当に。この先捕まったり、それこそもっとやべえ人にたまたま喧嘩売ってとかもあるんで、引きずられたってどういうこと。できれば手出さずに口論で抑えた方がいいです、本当に。それは思います。あ、ミルキーね、ファーウェイのね、20のプロはダメ。そうなんだ。ダメ。買うんだったらファーウェイの、20のなんだっけ、ライトで十分。あ、じゃあそれ配信はね、配信は欲しくない。じゃあそれで、え、それ欲しい。だそれ15,000。え、これ今売ってないからね。これだから、これ売ってないですか。これ今売ってなくて、ゲオとか、ゲオとか、ゲオとか、携帯持ってる今、使えるやつ。これをさ、ファーウェイはいいよ。今だってもうオリジナルの OS 作っちゃってるからね。そうそう、ファーウェイ強いらしいね、マジで。ファーウェイは安いし、画質がめちゃくちゃいい。だって携帯電話で多分2番目にいいんじゃない。そうなんですね。エクスペリアが一番いいけど。あ、私邪魔。エクスペリアも強い。でもインカメラで使うファーウェイの方がいい。いいですね。結構ファーウェイでも問題になってるじゃないですか。一回なってましたね。じゃあそれは、あとは Google が使えなくなる。 OS が。でもファーウェイすごいところが、ファーウェイは
OS を作っちゃった。オリジナルの OS 作るじゃん。オリジナル OS 作っちゃって Google 使えない代わりに、いやいや頭いいんだよ。頭いいっすね。すごいっすね、パイセン。あと個人データ抜かれるでしょ。じゃあすごいなんか叩かれるからブロックするね。おい、はいよ、なんだ、ただのバカだぞ、これ。誰、バカだよ、今さら。え、今さら今さらって、すごい言ってるじゃん。そのバカの説明をしてるんです。ああ、そうだ、バカだ。